お、ブギーポップが見れる。ブギーポップが見れるのはここのゲーセンだけ。対するトモさんはいろいろキャラ迷走した末、結局社内になったという。立ち回りを見ていきましょう。リーファを出して飛燕を出す。高めジャンプ B をアスリートダッシュで押し置きされてしまう。アスリートダッシュ、ブーギーポップとグレンの王立ちは空を切る。物を投げてアスリートダッシュがヒット、ブーギーポップもヒット、バレを当てる。総翼がヒットして 4AB とジャンプ C が噛み合った突然の 5AB。 EX グレーン、お、対策っぽい。確かに確かに、あれあの後落ちてくるしかないもんな。立ち B にシートヒットしたが、ヒット確認が遅れてしまって、なんか智則のダメージの取り方がマジ突然の死みたいで、すごい。いきなり 5AB 飛んできたり、切り札中ってなんか意識してないと本当に手打食らいますね。 5C からの手打みたいなの。一歩目取ったな、トモさん。 5AB から総力を当てて大きめはジャンプ C 出し切っていく。もう1ラウンド取ってるので強気にいけると。お、これはありがとうバターさん、バタコンですね。バタコンインブギーポップみたいな。ブギーポップでもできますと見せてくれました。まああれだって切り札飛んでも当たりますからね。なんか完成度高い割と本当に多分爆捨てとかしてもブギーポップ当たりそうだから、本当逃げじないとあれハメじゃないですかね、完全に。トモさんが総力を当てて勝ったな。トモさんになります、おめでとうございます。次ベイさん、タカさん、80万超えのミコトですね。珍しい。ミコトはなんか80万前後で結構みんな苦しんでるイメージがありますね、本当に。ジャンプ C、ジャンプ C、徹底した相手は寄らせない。お、ここで出てくるのはリュウジさん、こんにちは。 4AB はしっかりガード、ジャンプ C を当ててダウンウェッジして 2A から展示起動かな。で龍城呼ぶ、ため2C 波動と 4AB がヒット。しかしちょっとヒット数が足りなかったか。まだ生きてる、諦めるのはちょっと早い。あ、繋がってる、あれが受け身不能なんだ知らなかったダウンを1、ためジャンプ C と徹底していく。ためジャンプ C、 龍寺 4AB、たまらずブラストを吐いてしまう。ちょっとベイさん苦しいです。 4AB に押し置きと、やっぱリュウジいいですね、これ見てると。 4AB と思わせて今度は切り札、アスリートダッシュがヒットしてリュウジもろとも殴っていく。ここでワンチャンスできたか。電磁起動で安全に受け身を取っていく。ジャンプ C がヒット、アスリートダッシュから EX バレー、立ち B がちょっと間に合わなかった。お、しっかり切り札を切り札で返して勝ったのは高さになります、おめでとうございます。お、芸人が来ましたね。
芸人が来ましたね。今日は何を見せてくれるんですか、三森さん。あ、のびさん、なんかこれあれですね、前の大会もこの組み合わせあったようななかったような、ありましたよね。今日は何を見せてくれるんでしょう、この男。いやいやいや、君が出てる動画は再生数多いからね、それ重要だからね。今日は加賀高校、加賀高校さっきやったやつ僕は見てませんでしたね。やっていきましょう。じゃあ虫が刺さって戻ってくるがお構いなし。あ、違う、間違えたらしいです。今のは見なかったことにしてあげてください。加賀と一緒に歩いていく。ジャンプ B が当たって BX フリージングゾーン行って帰ってきた。タッチ A から BX フリージングゾーン当ててパワーブラストを当てていく。あ、リバウンドはすごい硬直少ないんですよ。体力差はまああんまりない感じですね。なんかリュウジの潰し方が何気にこの三森さんうまいんですけど。ジャンプ B がヒットしてリュウジを呼ぶ。挟めないとまあ微妙ですね。コキュートスがヒット、飛ばせて落とす。西がヒットしてジャンプ C がヒット。これはなんだ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 ああ かわいい、すごい加賀さんがすごくかわいかった。パワーブラストを当てて一緒に歩く。さっきからため西の前に加賀さんが歩けない。フローロックですね。残り2秒1秒、当たってしまった。多分着地硬直ですね。ジャンプ C のギリギリの試合を見せていく。やっぱ視聴者サービスを忘れませんね、こいつは。リバウンドヒット、 EX シュート、加賀さんまたか、まただ。いや、かわいい。いや、今日のなんかローキューブかわいいのが一人混じりますね、毎度毎度。リバウンドがヒット。やっぱり友果はですね、結構慣れてないと厳しいんですよね、このギャラ。技が特殊なんで。フリージングゾーン当ててしっかり潰す、リュウジを。これは何をするんだ、何か狙ってるのか、鈴子は何か狙ってるのか。リバウンド、フリージングゾーンで逃げてジャンプ B、 4AB をヒットさせて、ちょっと足りないか、ちょっと残りそうですね。やっぱりために C を当ててればあるいはって感じでしたね、今の。うん、ポン取り返していく。しかし鈴子ちゃんのゲージと切り札はパンパンです。いやー、かわいい。投げキスしてるローキューブのところでダメージもちょっとバカにながらないのが頭にきますね。あ、言っちゃった。シャイニーギフトを当ててシュートからはスカシ 2A から切り札、厳しい状況が厳しい。投げがヒット、勝ったのは、三森鈴子ちゃんですね。おめでとうございます。はい、シシドさんと、桃井さん、シシドさん、桃井さん、桃井さんはいらっしゃいますか。じゃあじゃんけんしてください。みゆきラッシュ、シシドくん、みゆき。かわいい、かわいい、入りました。あれ、アスナは、あ、過去の女だからしょうがないね、昔の女だしな。
今の女はみゆきと宍戸くんは頑張っていただきたい。本当に対する桃井さん、まだあ、みあれですよね、みゆきじゃねえや、みこと、今日多いみことです。みことが多い。投げをちょっと釣られてしまってパワーブラストヒット。さっきもさっきあの小学生に混じってた大学生が出てきました。試しがヒット。リュウジはでも見てる感じやっぱりリュウジはすごいミコトと相性が良さそうですね。中距離でやっぱり相手に技をガードさせれるのがでかい。ここで加賀さんがヒットして X フリージングから、あ、こっちの俺技の名前わかんないんだ、インフェルノしかわかんないまあかわいいのかわいいの当ててレールガンがヒット。弁当を投げる、ゲージが欲しいぞと。試しがヒットして、タッチ、呼吸、突然の呼吸トス、多分あれレールガン隔ります。ファントムダンス、あ、なるほど、みゆきの可愛いランブはファントムダンスという名前だそうです。ためにシーがヒット、一本取ったな、宍戸さん。ちょっと技表見よう。あ、空中のフリージングゾーンってグングニルっていう名前なんだ、初めて知った。名前が違いました。それ、今のがフリージングゾーン。リュウジは潰して、パッチをヒットさせて電磁軌道を当てる。ミシルダウン打ち、ミシルダウン打ち、これ多分ねリブルヘイムで合ってますよね。当てた当てた。みゆきは技の名前がかっこいいです。2A 5A 2A とフリージングゾーンからパワーブラストを当てる。リュウジと並走してる感じでしたね今。ちょっと時間が気になるか。残り20秒、グングニル覚えた、あれはグングニル。 EX フローラルロックからインフェルノ、加賀さんを出して投げる。残りタイムは4秒、あと1回読み方ないときついか。これは何を通す、ダッシュが出なかった。投げ釣りに対してランブを出してみたものの、宍戸さんは冷静でした。勝ったのは宍戸さんになります、おめでとうございます。次、白子さん、瀬川さん、あ、傘の忘れ物がございます。どなたでしょうか。あ、のびさんだった、はい、そのくらい強かった。じゃあ瀬川さんと、白子さん、今日タイが何人ですか、タイが何人ですか。あ、貴重なタイガ使いがいきなり当たってしまう貴重なタイガ使いが、瀬川さんはアシストを悩んでたようですが、結局リュウジ原作中、はい、見ていきましょう。リュウジタイガとリュウジタイ、お、お互いにサポートもキャラも一緒。開幕リュウジを呼んで、ちょっとソリーがで飛び越せなかった。 4AB から持続当てなので 2A がつながります。 EX ソリ地獄好きと、 空中ソリと、ソリソリと、必要なソリ必要なソリ、
そうですね、あの技は強いです、結構強いです。なんか下がったところを追っかけに行くと食らいます、割と。むしろだからね、ソリツって初段を早めにガードして割り込むのがいいんじゃないかな。 EX 地獄好き弁当なんだ、え、今2人とも取った。お兄ちゃんの弁当を2人で分け与える。なるほど、まあ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 、タメ越しからしっかりムカツクンジャーまでつなげていく。一本取ったのは瀬川さん。強気の出し投げでしたね。ソリからニエビはしっかりインパクトを返していく。ソリ当ててリュウジを呼んでリュウジが当たる。パワーブラスト使ってしまった。ニエビがヒット。ニエビ名前ってあるっていう名前なんだよ。タイガーハッパー、はあ、あれですかね。絵面が面白い。タイガーハッパーあれですかね、タイガーショットはないんですかね彼女に。そしたら違うゲームですね、やめましょう。そうですね、ちょっとパロっぽい技が多いですねこのキャラは。つまり白子さんがちょっと苦しいか。エスケープブラスト入ってしまう。どうやっても取りたい。これは切り札タッチ、今のは投げっぽいタッチ。地獄好きの地獄にソリが刺さってしまって勝ったのは瀬川さん、おめでとうございます。次コアさんと GCS さん、はい、じゃあ案件お願いします。はい、なんか今日アスナ少なくないっすか。今日アスナ2人ですか。ここのゲーセンといえばアスナみたいなところあったんす。あ、アスナ多かったじゃないですか割と。毎度毎度何ですか。やっぱりあの過去の女なんでね、まあ、アスナは皆さんの、うん、だんだん上がってきた。シシド君もみゆきになっちゃいましたし、はい、じゃあ見ていきましょう。昨日でご挨拶してダッシュ投げを通す。遅めに A タッチ、必要な A ボタン、魔法当ててパワーブラスト、黒猫からの透かしゲラン、選択はシャイニーギフト、まあ、パワーアップ中なんでね、いいダメージ出ます。これはシュートを重ねて黒猫を出す。ちょっとタッチ B が空中で間に合わなかった。グラップ潰しの 2A からタッチ A が長い。まずはロザリオを当てていく。ちょっと言えなかった、ロザリオって言います。次から無理です。X ハードでダウンを取って投げる。すかし投げは後ろに飛んでいる。 2A が謎の対空になってエスケープブラストで立ち絵が強い。ジャンプし立ち B、 すかしはファジー立ち絵の前にやられてしまいました。勝ったのは小浅いな、あ、1ラウンド目取ったのは小浅いになります。 2B 対空からダウンを打ち立ち絵タッチシート、 2B 対空がうまい。ダウンを取って投げ、攻めが早いですね。2A 機能垂直ジャンプからワンコンボ決めて、機能ガードさせて、おっと投げ釣りの垂直ジャンプ、機能ガードさせて 2A をヒットさせて勝ったのは小浅井奈々さん、おめでとうございます。あ、次俺だ、仙台2位の人とだ。勝てるかな。はい、じゃあなぎささんとボブさんで、こっちがいいって言ってますよ。
1P がいいらしいですよ。こっち 1P、 あ、こっち 2P です。